読売新聞、読売新聞、読売新聞、新聞の大事及び漢字制限前の表記は、読売新聞は、読売新聞東京本社、読売新聞大阪本社及び、読売新聞西部本社が発行する新聞である。世界最大の発行部数を誇っている。大号は、江戸時代に河原版を読みながら売っていた、読売に由来する。 1953年には、読売新聞社会部が、第1回、菊池博史賞を受賞。原史郎を中心とする、同社会部の暗黒面的発活動。1955年には、社会部記者の安倍公教が、第3回、菊池博史賞を受賞している。また、読売新聞は、かつて、立松和弘、本田康春、東京本社、黒田清、大谷秋弘、 大阪本社といった、ラズアン記者を社会部に要し、社会面に強いと言われた。読売新聞大阪社会部はコラム、窓、長期連載、戦争を拠点に、社会的弱者の視点に立つ特集記事を数多く発し、黒田が社会部長になって後社会部は、黒田軍団という異名で呼ばれた。しかし1980年代に、社内で、渡辺恒ねらによる、 保守的主張が主流になると圧力が高まり、1987年に黒田は退社に追い込まれた。渡辺に放築された記者は数多いが、渡辺が直接手を下すことはなかった。渡辺の意を大した周囲が該当する記者を左遷したり、仕事を取り上げたりして、退社に追い込むのが常であったと言われている。読売新聞は他の全国紙にはない医療専門の取材機関、 医療情報部を持つ。同部長である、前野和夫は、自身が、脳動脈瘤、ついで甲状腺癌を患った経験を生かして、脳動脈瘤がある人の不安と叩く、甲状腺癌なんて、怖くないを表している。校舎は、杉谷岩尾との共調。また、健康常識嘘ホント55で世間に伝わる、健康常識に疑問を呈している。 現在の論調は、おおむね中道右派、新米保守である。大衆主義とも評される。2009年、平成21年の新聞通信調査会の調査では、最も保守的、イコール10点、最も革新的イコール0点という分布の中で、読売新聞は5.6点となって、産経新聞の5.3点を上回り、全国紙の中で最も保守的であるとされた。 日本経済新聞は5.2点、毎日新聞は5.0点、最も革新的な朝日新聞は4.4点である。大垣藩士、小安春、佐賀藩士、元の森道、柴田昭吉らの創業した読売新聞は文学新聞として知られた。わかりやすい新聞、誰でも読める新聞を目指しただけでなく、西郷隆盛選手の号外を自結した当日に、 出すなど早くから、電信の導入を行い、1877年、発行部数は2万5000部を突破して、早くも日本最大の発行部数を誇った。1887年には、立憲会新党や早稲田大学創設に携わった高田さらえが、初代主筆となり、国会や憲法についての解説を記事にしたが、明治中期以降、部数が衰えた読売新聞は、 1919年、発行事件によって、東京朝日を退社した松山忠二郎たちを迎え、大正デモクラシーの両残白として、プロレタリア文学などの発表の場となるととに、政治、経済の広派記事を加え、部数も3万部から13万部に急進させた。1923年、関東大震災の襲来に伴い経営不振に陥った読売新聞は、 1924年2月26日、警視庁刑事課長、刑務部長を歴任し、虎ノ門事件で退官していた、まだ38歳の勝力松太郎の手に委ねられる。勝力は、品川和江、小林義正などの警察官僚を積極的に、経営、販売に迎え入れ、警察新聞化を進める一方、アメリカのハースト系新聞社のイエロージャーナリズムに、習い。 警察ネタとセンセーショナルな記事を結合させる独自の紙面作りを推し進めた。特に暗黒外の取材に関しては他市の追随を許さず、戦後は原史郎社会部長の下、読売、社会部王国を築き読売の在野精神と呼ばれ庶民感覚に根ざしたリベラルな論調を展開した。これは絶対的な権力を持つ社長、社主の利力松太郎自身。 自民党の政治家でありながら、社論に了解することが少なく、また、販売の鬼、販売の神様と呼ばれた、公認社長、無退三雄も、新聞の心臓部である編集に口を差し挟まなかった、ことが大きい。1979年、渡辺常夫の論説委員長就任以降、紙面の編集方針や論調は、右派、保守主義となった。現在は、基本的に自民党支持。 改憲支持日本経団連支持新自由主義経済改革支持である。その一方、大連立構想以降の社説等で見られるように、民主党やその支持母体である労働組合への論調は厳しいものが多いが、民主党も政権に参加する大連立には積極的であるという側面もある。そのためか、民主党については、 方向が違うために批判する場合だけでなく、税制改革のように基本的な方向は、現在の民主党主流派と一緒だが、程度の違いがあるための批判という場合もある。その他に、主筆、渡辺恒夫が戦争経験者であるため、特に靖国神社、特に優秀館における歴史認識には批判的で、小泉純一郎の靖国参拝には反対した。 政府の政策に関し、政策分野によっては、憲法改正問題、防衛政策など、社の見解、社論を明確に打ち出すのが特徴である。本社、憲法改正試案を発表、1994年11月3日。他方、不得意な政策分野については、基本的に、官庁発表をベースに報道を行い、官庁発表に現れていない。 問題意識を独自に掘り起こすような記事に紙面を割かないのも特徴である。また、個々の記者の見解が前面に出るような記事が少なく、社論に沿った記事がほとんどであることも特徴である。五大全国市中で唯一の人生相談コーナー、人生案内を紙面に持っている。また教育面は、早稲田大学と提携。また2008年に読売ウィークリーを 販売不振で休館させて、以降、週刊誌を発行していない、唯一の全国誌となった。読売新聞の読者層について、木村正文は、大阪商業大学、JGSS、ジャパニーズゼネラルソーシャルセルベイズ、日本版総合的社会調査研究センターの調査を、もとに、日経や朝日と比べて、高卒、申請の割合、ブルーカラーの割合、 非正社員の割合が多いとしている。これら学歴、職業を反映して、読者世帯の平均年収は、毎日と並んで、日経、朝日、産経に次ぐとしている。いずれも、木村、2004? 読売新聞社は、戦前に、九州日報など、日本各地の地方紙を買収して、経営に参画し、全国進出を計画したが、第二次世界大戦に伴う、 新聞統制により、その計画は頓挫した。1952年、昭和27年11月25日、大阪府大阪市北区野崎町で、大阪読売新聞の第1号を発刊した。東京の読売新聞社、現、読売新聞東京本社とは別会社、別法人による、株式会社大阪読売新社によって、読売新聞が関西に進出し、 全国紙としての体制を整えた。1953年4月1日付から、大一から、大阪を外し、東京と同じ、読売新聞の第五で発行。1971年から、読売新聞大阪本社の故障を使用。BR1964 年、昭和39年9月23日、福岡県北九州市小倉北区、砂津中津口、現。 名和町一の十一で、読売新聞の西部版、第一号を発刊。当時の読売新聞西部本社は、読売巨人軍の運営会社、読売工業株式会社、後に、株式会社読売に、称号変更の一事業として発足した。b r 九百七十五年三月二十五日に、読売新聞の東海三県での発行としての、形で、愛知県、岐阜県、 三重県を対象地域とする中部読売新聞第号、中部読売新聞読み、中部読売新聞が相関差た。紙面は東京で制作された紙面を一部共用し、読売本社と中部読売は編集、公務、販売、広告などの部門で互いに協力し合った。相関号は一般的な読売新聞の横並びの大事ではなく、 中部読み売り独自による縦並びの大事が使われた。毎週日曜には週刊の二部紙として日曜版、読みホットが一緒に封入されている。以前は日曜版、Y&Y という題名だった。また、Y&Y の時代は、Y&Y 日曜版とは別に、週刊のテレビ番組表、Y&Y テレビが木曜に連載されていたが、2008年10月の ゴから日曜版と一緒に封入されるようになった。なお、コメントを引用された原子力安全技術センターは、読売さんが当時どのように取材したのかわからないため、答えようがないとしており、東電との癒着だけでなく、取材方法、報道姿勢も問題視された。2002年に読売新聞有観のイメージキャラクターとして、登場したコウモリのキャラクター、当初は、 勇敢のキャラクターであったが、後に、購読申し込みのテレビ CM や、長官子供面のマスコットキャラクターにも起用された。読売新聞グループの中央公論新社が発行する中高文庫のイメージキャラクターとしても使われている。日本のプロ野球ファンの中で最も数が多い、巨人ファンから見ると、読売新聞を巨人軍の親会社と考えるものは多くても、巨人軍を 読売新聞のグループ企業と見る向きは少ない。そのため、巨人軍に読売色が全面に出るのを嫌う人たちも少なくない。無論、巨人ファンの大多数が読売新聞の読者というわけでも、あるいは読売新聞の論調を支持しているわけでもなく、あくまで巨人軍という球団のファンであるに過ぎない。また、読売ジャイアンツの通称としては、巨人が マスコミも含め一般に浸透しており、読売と呼称するのはむしろアンチ巨人の立場ファンに多く見られる。CM は日本テレビ系列の放送局を中心に放送されているが、関東地区では TBS、富士テレビ、テレビ東京でも放送される場合がある。また、オリンピック中継の際は読売新聞が日本オリンピック委員会のオフィシャルパートナーである。 関係でテレビ朝日系列でも放送される。2009年には、正月限定で、ソフトバンクの白溶けとタイアップした CM を放送した。福島民有新聞社、読売プリントメディア、放置新聞社、東海プリントメディア、読売大阪プリントメディア、メディアプレス瀬戸内、プリントメディア西部。最終版は、長官14番、有刊4番。 紙面は区外の上部に記載されている。記事、写真の入港締め切り時刻や番ごとの配達地域は公表されていない。北海道、石狩館内、上川館内、空地館内、尻部市館内、茨城館内、日高館内、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県、岡県富山県、石川県、 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、山口県、福岡県、沖縄県では一部地域を除いて超有敢セット。その他の県は長官統合版だが特に中部支社版のみは対象地域全域が長官単独である。なお、静岡県向けの勇敢及び西部地方向け長官に限っては社内事情により 中部支社管内の清須工場で印刷し、トラック輸送している、こちらを参照のこと。また、沖縄県では、東京本社発行版と、西部本社発行版が、徴用館とも空輸で送られ、お昼過ぎから翌朝にかけて配達されている。さらに、西部本社管轄で統合版地域では、佐賀県と熊本県、鹿児島県では、JR 佐賀駅、熊本駅、 鹿児島中央駅のキオスクで、有敢早番が販売されているほか、大阪本社管轄で統合版地域の岡山県でも、JR 岡山駅のキオスクで、有敢早番が販売されている、岡山、佐賀、熊本、鹿児島3県とも宅配、及び番組表の差し替えはなし。なお、西武本社管轄の大分県も大分市や別府市、中津市の一部が、 長有刊セット地域だったが、2014年4月30日をもって夕刊の発行を休止した。全国市や地方市の夕刊廃止がここ数年続いているが、長有刊セット地域で長刊単独に移行するのは、読売新聞では大分県が全国で初の事例になる。読売新聞の祝札版は1958年9月号より、 刊行されており、毎月下旬に発売している。1ヶ月分、東京本社発行最終版イコール東京23区内版の全紙面を A4 サイズに縮小し、一冊の本にして発行。全国の図書館などで閲覧することができる。書籍のほか、CD r o m による読売新聞縮札版も毎月下旬に発売されている。 日本図書センターより1945年から1948年までの読売放置、読売新聞紙面の復刻祝冊版が全8巻で刊行されている。また、通常の祝冊版とは別に、重大事件、事故、災害が起こった際に関連ニュースを中心とした特別祝冊版を発行する場合もある。例を挙げると、百九十五年一月十七日に、 発生した阪神・淡路大震災の際は1月17日付号外から2月17日付夕敢まで普段は祝殺版を発行していない大阪本社発行の最終版紙面からの重要記事を一冊の本まとめた大阪読売特別祝殺版阪神大震災を発行した。また2011年3月11日に発生した東日本大震災の際は 3月11日付号外から4月11日付夕刊までの紙面、いずれも東京最終版からの10記事を一冊の本にまとめた読売新聞特別祝殺版東日本大震災1ヶ月の記録を発行した。さらに2016年4月14日に発生した熊本地震の際には4月15日の本震の際に発行した号外から4月27日付長刊まで 普段は祝札版を発行していない、西部本社発行の最終版紙面からの重要記事を一冊の本にまとめた、読売新聞特別祝札版熊本自身を発行している。新聞販売店の愛称は YC。これは読売センターの略称で、それまでは東京、中部、西部各本社、中部は現在視社格下げの管轄地域は u s ク。 大阪本社管轄地域のみ、読売 IC と言っていたのを2000年の創刊125周年、達成を機に統合した。近年では、新聞の販売のみではなく、YC による地域に特化した情報を提供する、読みパラのような試みも見られる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。